鉄瀬は、エチオピア北西部のアムハラ州東部の都市。2015年の人口は18万7900人。エチオピア第1号高速道路が通る。16世紀前半にこの地域にわさるという集落があったとイタリア人の旅行記に記された。1902年から1904年、イタリアがアスマラとアディスアベバを結ぶ電報を設置し、鉄瀬に中継所を設置した。 1904年、イタリアのジュゼッペ・ボナイウチが、デッセとアディス・アベバを聖天人限定の道路で結んだ。メネリク2世の義理の息子のミカエル・アリがデッセに基地を設置した。1915年頃、ミカエル・アリの息子のリジー・イアスがデッセで、大冠式を行った。リジー・イアスは、デッセに宮殿と教会を建てた。1916年11月8日、ミカエル・アリが敗北したため、 リジーアスは、鉄製に避難し、ウォルデ・ギオルギスをはじめとするエチオピア北部の貴族に、助けを求めた。12月10日、ウォルデ・ギオルギスは、中央政府から情報を引き出すため、鉄製に進軍した。1920年、郵便局が開業した。1935年12月6日、イタリアの2度目の侵略の中で、初めて空爆された。 1936年4月15日、イタリア王国がデセを占領した。その後イタリア領東アフリカの重要拠点となった。1937年、フランシスコ会がデッセシトザチマキクを開設した。1941年4月26日、南アフリカ軍の前にイタリア軍は降伏した。1942年、デセは全国に6都市だけの AK 各都市に指定された。同時に指定された BK 各都市は約100都市存在した。第二次世界大戦後、ボロ州の州都として発展した。1954年、電話が開通した。1955年、屋外放送設備が設置され、市民がラジオアディスアベバを聴けるようになった。1957年、唯一の長官が亡くなったことで、 デセシトザチマキクは閉鎖された。全国で当時9校しかなかった中学校が開校した。1963年、コンボルチャ発電所から電気が届いた。費用は11万ブルだった。1973年2月、1500人の大雑、ミノリガデセからアディスアベバまで行進し、ボロ州の基金を訴えた。行進はアディスアベバ郊外で警察に止められ、 強制的に引き返させられた。1976年10月、エチオピア内戦の中で、鉄セ北西部で、革命軍と政府軍の大きな衝突があった。地主の指示で行進した、尾崎みのりにデルグの兵士が発砲し、1000人弱が殺害された。1989年10月、エチオピア人民革命民主戦線がほぼ完全に、鉄勢を占領した。 1995年、州の再編によって、州都で亡くなった。ありがとうございます。